大丈夫大丈夫、うん、じゃあ今からスマートレス買ってこいって。持ってないよ、持ってないよ、持ってないよ。行ったよ。だってね、俺の場合だって広島に帰るだけだもん。それから終わった後、そう、まあ、まあいいから来いって。だからいじめてやるから来いって。それでも行ってえなって言ってるよ。たけしだってド M だド M だ。なんか面白いよ。俺は一杯しか飲んでないんだけどね。みんな結構いい感じに酔っ払ってる。どうだ、明日明日オフ？オフなんかしたの？あ、そういうこと。あ、俺らの、俺らのって俺らのってだからこうやって来てるとこっちなんか書いてますね。あ、こちらの、こちらの、うん、で、お前もう休み？で、だからお前でも愛知から出ちゃダメとかっていうなんかダメさんから言ってる、うん、ちょっとどこ遊んでないですか？うん、今から出れば朝には着く、ね、朝に着く、うん、朝には着く、昼前には絶対着く。大丈夫、俺だって今日これ3時間しか寝てないし、途中鍋さんなんか一睡もしてないし、それでまあこうやって楽しんでるから、大丈夫。お前一番若いから、若いから大丈夫。もう S の血が騒いでるね、今ね。今日は暖かいじゃん、待って、まだそっちもそう、もう今日はまだ暖かいから大丈夫。明日寒いぞ。明日はね、なんとも言えない。だから黒になったら、今日こそやばい。今日こそやばいよ。今日の夜のうちに、あの赤カメラを撮ったことだるいよ。あ、じゃあ来いって、だから待っとるぞ。待っとるぞ、ほんまホテルで寝ながら。ねえ、ネジさんが待っとる。ネジさんが絶対楽しいと思うよ。ネジさんが待っとる。ネジさんがなあ、俺らって九州まではるばる飛行機でさ、ね、でなんかね、あの人になんか R キングさん、ミンカラの方ので、あの人もなんか来る予定だったらしいんだけど、なんか肺に穴が開い、うん、なんかそう、それでなんか急遽なしになっちゃって、うんうん、結局まあだから4人になっちゃったけどね。じゃあその代わりにお前来い、うん、その代わりに来い、アルキングさんの代わりに来い。だからもともと予定してた、ね、人数だから全く問題ない。4台ぐらいならなんとかつながって走れる。5台になるとつらいけどな。なんか来い。50度だと、あと